サンタの中には常に一人は悪いサンタがいるよ。いいサンタはクリスマス礼儀作法を知ってるの。お家に入ってすぐにツリーに直行してプレゼントを置くんだ。一番重要なことは誰も起こさないようにすることよ。食べる音すら静かにして家族の睡眠を邪魔しないの。とっても優しいしね。でも悪いサンタは豪快に乱入するよ。いいサンタは働いてるときはできる限り静かにしようと努めるよ。してて。サンタがお家に入ったことは誰にも聞こえないの。プレゼントだけが目撃者さ。悪いサンタは忍びがうまくないの。おいみんな聞け、サンタ様の登場だぞ。命中だったな。当たったのが頭じゃなくてよかったよ。ほうほうほう、おはよう。今日は最高なサンタの日さ。起きるんだ胃袋さんよ。朝のコップ一杯の牛乳が若さを保つ秘訣さ。いいサンタのお家はいつも綺麗で整ってるの。でもこの世にいいサンタがいるってことは悪いのもどっかにいるに違いないよね。あ、いたわ。起きてクロース、仕事でしょ。おーい。悪いサンタは朝方の人間ではないのだ。前の夜に自分のトナカイと凄まじいパーティーしてたみたいだね。クロース、子供たちが待ってるわよ。起きなさいよ。意味ないわ。ホリデーはもうすぐだよ。キャンディーケンは優秀な栓抜きになるのさ。そうだってさっぱり。クリスマスの準備万端さ。君は？悪いサンタのキッチンは確実に徹底的な掃除が必要だよ。ほら、この缶使えよ。悪魔たちが片付けてくれるさ。いいサンタの素敵な恒例行事は靴下にキャンディーとプレゼントを入れることだよ。でも悪いサンタにとっては暖炉にかかった靴下はただの便利な着替えなの。お、俺のぴったりサイズだ。くせえ、匂いきつ、くせえ。去年のクリスマス以来靴下変えてねえと思うわ。いい香りのクリスマスになるといいな、ガキどもよ。う、匂ってくっさ。どうか許してね、子供たち。いいサンタは今年いい子にしてた子供たちのリストを丁寧に全部チェックするの。誰も見落としたりしないんだ。このチビスケは何を欲しがってるのかな。その子からのお手紙だ。クラークへのプレゼント。わかったぞ。次。それで仕事を終えるとおやつを食べるんだ。でも悪いサンタは自分宛てのホリデーの手紙をチェックする独自の方法があるんだ。なっけ、リストだな。
俺のどでかいファンクラブがあるに違いねえ。この封筒の中身は何だろうな。今年は誰がいい子だったか分かったわ。死ぬほど退屈だ。うわ、腹を下した。オッケー、名前が A から K 行のみんな、一緒に来るんだな。E サンタはプレゼントのデザインとラッピング技術を北極大学で学んだんだ。彼は専門家よ。エルフ、違うリボンがいる。すぐにだ。これは完璧だぞ。できた。全部のプレゼントが愛情を込めて包まれたよ。でも悪いサンタはプレゼントのラッピングなんてどうでもいいの。自然な飾りだ。これは流行りだぞ。香ばしいナチョス。それに紙吹雪なしじゃクリスマスにならんだろうが。プレゼントに輝き足そうぜ。そしてホイップクリームもかぶせようか。うん、うまい。これでいい。包めてるぞ。クリスマスペーパーのコラージュさ。マスキングテープっと。早く破って開けるからな。リボンもな、当たり前だろ。いっちょ上がり。ギフトラッピングの王だな俺は。エルフ、これ届けろ。このプレゼントが届けられる唯一の場所はゴミ箱のみ。一番いい子にしてた子供たちのためにとっても高いプレゼントを用意したサンタ。若いピーター・パーカーは旅行中にクラスメートを救ったんだ。だから iPod を彼に用意したのさ。そして丁寧に包んだよ。きっと気に入るはずさ。悪いサンタは注意深くプレゼントを選ぶよ。新しい iPhone? どこの誰だか知らんガキにか。仕方ねえ。わかったよ、やつにサプライズをあげるか。よしと。わあ、今日はクリスマスだ。一年で一番好きな日さ。プレゼント。新しい iPhone だ。待てよ、この写真見覚えないぞ。僕が寝てる間に誰かに写真撮られたのか。怖っ、監視されてるのか。クッキーのビュッフェか。うわー、迷うな。どれにしようかな。チョイスがありすぎるな。うわ、このキッチン徹底的に片付けないと。うんと綺麗になった。今度はクリスマスのおやつを作らなくっちゃ。小麦粉、妖精の蜜、クリスマスオイル、願い事が詰まったシロップに、そしてホリデーマジックを少々っと混ぜ合わせよ。何事だよ。食いもんはどこだよ。仕事したら食べられるよクロス。子供たちが待ってるから。とってもついてる子はソリに乗ったサンタの影を見れちゃうかも。でもそんなについてなかったら悪いサンタが君んちのツリーの下に寝込んじゃうかもよ。両方のサンタを見るのは好きだったかな。それならクリスマスにどっちのサンタと会いたいかコメントに書いて私たちに教えてね。
そしてチミたち、私たちのチャンネル登録、この動画にいいねとベルマーククリックしてよね。ウーフーからの楽しくて新しいクリスマスストーリーをお見逃しなく。